さんおはようございます。館山に新しい風をということで毎週行っております街頭演説ですけれども、先週から新型コロナの影響で不要不急の外出は控えた方がいいという判断で、このような今日は自宅の庭から録画でお届けいたします。通算で94回目になります。新型コロナウイルスの感染者が阿波地域にも発生したということで、ネットなどを見ているとかなり皆さんパニックになっている様子も伺えます。ただこれは、阿波地域にいようがいまいが状況は同じことです。むしろ今まで騒いでいないのに、今までよりも感染者が出たからということで急に態度を変えるのではなくて、今までも自分事として考える必要があるということをずっと訴えてまいりました。感染症というのは私も以前にパンデミックという映画を見たからこそ思うのかもしれないんですが、当初より本当に、移動しない、感染を広げないということがどんなに大事かということを訴えてまいりました。3月の初めに先週も紹介しましたけれども、議会の時に館山出身の YOSHIKI さん、今もツイッターでいろんな、素敵な発言をされていますけれども、体を張って発言されています。当時学校の一斉休校ということになった時に皆さん本当に大騒ぎ、なんで休校を一斉にするんだということを言ってましたけれども、今度は阿波地区で発生したらなんで明日から休校にしないのか、そういうふうに言ってらっしゃる方もいらっしゃいます。政府とか市にいろんな対策を求めるのも気持ちも分かりますけれども、今は本当に異常事態で自分の身は自分で守るしかない、それぐらい本当に大変な状況に来ていると思います。自粛要請があるから自粛するのではなくて、みんな自分のことを守るだけではなくって、みんなが助け合わないとこの危機は乗り切れないと思っています。そういう意味で、今はとにかく動かない、余計なことをで動かないっていうことをみんなで徹底していくしかないと思っています。そしてこれは、コロナが過ぎ去ればまた元の生活に戻れるかというと、そういうレベルの話ではなくて、もう時代の転換点に、何百年に一度の時代の転換点にある、そういう考えでいろんなことを見直す必要もあると思います。今まではできてきた、惰性で行ってきた事業とかそういうことも大きく見直されます。テレワークというのも今までは言葉だけだったんですが、こういう状況になってみると実際にネット系会議システムを行えば、物理的に集まるよりも効率的に会議ができるじゃないか、そんなことが分かり始めたということも発生しています。市の財政に関して言いましたら、やはりこういう時のために、いざという時のために持続可能な運営をするということが今までも言ってきたことなんですけれども、不要不急のことというか無駄なことを本当に思い切って、見直す、根底から覆す、今までやってきたことというのは切り捨てるというのはなかなか難しいことなんですが、そうは言ってられない、そういう状況になっています。例えば市の方で何か対策をすべきという声もあります。私もそう思いますけれども、そのためには何とか財源をひねり出さないといけません。今までこれをやってたけどこういう状況だからもうこれはすっぱりやめよう、そんな判断ができるのも今だと思います。そして、経済的にも大変な方がたくさん増えていらっしゃいます。その中でも新しいビジネスを一生懸命模索している動きも出てきています。ネットや、今はネットを出ないとなかなか情報が得られませんけれども、つぶさに見ていくと、こういう時こそアイデアを出して今までなかった事業をやり方を考えていこう、そんなことも、私は、見たりしています。
例えば、今お客さんがいなくてもそれは今だけコロナの影響で来れないということに対しては前売り券を販売していずれ来てもらおう、そんな動きもあります。それをネットで販売している。そして自分のためではなくてそれをプレゼントとしよう、例えば美容院のカット券を前売り販売する、カット券だけではなくてカラーリング、そんなものをチケット前売りチケットを売って、そしてそれを友達にもプレゼントしよう、そういう余裕のある人がそういう形で例えば自分の、行きつけの美容院を応援しよう、そういう動きも出てきたりしています。他にもいろんなアイデアも出てきてるんですけれども、ただただ、この状況が過ぎ去るのを待つだけでは生き延びることができないことにもなってきてしまいます。この時期だからこそ本当に生活自体も見直していくことが必要だと思っています。変わるのは怖いですけれども、私もずっと新しい風ということを訴えてまいりました。皆さんから立山変えてほしい新しい風をということで言っていただいてるんですが、いざ新しいことをしようとすると、いやそういうことは立山では受け入れられないからというふうにおっしゃる方が非常に多いですけれども、こういう危機だからこそ今までできなかったことをやるチャンスというふうに前向きに捉えざるを得ません。怖がっていても、そして、この状況を変えたいと思ってもコロナの方はワクチンが出る、あるいは治療法が確立されるまではなかなか収束しません。そのために自分たちどうやって生き延びるか、感染をまずはしないように心がけると同時に、感染しても重症化しないように体を鍛えておく、そういう自分の生き方を見直す時期だというふうに捉えていきたいです。そしてダーウィンの進化論で言われていたこと、このような大きな変化があった時に生き延びる種というのは力のある種でもなく知恵のあるものでもない、変化に適応できるそういったものが生き残れるんだという言葉を残しております。私たちもこの状況を受け止めて、そしてこれをどうやって乗り越えるか、みんなで力を合わせないとできないこともたくさんあります。いろんなことを非難し合うのではなくて、まずは自分の身を第一に考えて、その後のことも考えていきたいと思います。こんな時期ではありますけれども、3月議会の施政報告書まとめました。いろいろお伝えしたいことがたくさんありましたので、A3 の両面で書きました。ただ完成して印刷までに1週間程度かかるので内容が古くなるんではないかとかなり心配したんですけれども、今週水曜日、8日の水曜日に立山市内に新聞折り込みしますので、ぜひご覧いただければと思います。そして皆さんと一緒に乗り越える策をまた今後も考えていきたいと思います。くれぐれも体に気をつけて、パニックだけはならないように皆さん冷静に一緒に対処していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。